説明していくんですか。タイルドを、マジレアします。はい。で、名前入れてもらって、まあ、こういうところ、さっきもありました、こういうところの切れ目をまず調整していくんですが、僕はですね、このですね、トーブラシ。これすごく便利で、まぁ、ちょっとこれね、また巻きが落ちる可能性もあるんですけど、トーブラシを使ってもらって、囲ってもらいます。持ってきます。これ持ってもわかりますかね、画像。これすごく便利で、このシームの境目も全部これ、綺麗に調整してくれるんですね。これで、よくします。はい。これでもう一発で、シームの境目を消すことが、可能です。こういうところも、本当はもっとちゃんとしたところから拾ってきた方がいいんですが、まあこの辺で持ってきて、カメラを動かしてもいいです。もしくは選択したものをこのままドラッグ&ドロップでこっちに持ってきてもいいです。どちらもいいです。まあ、必ずベイクすること。で、まあこれでシームをどんどんこう消していくことができるんですね。これをまあうまく活用していってもらいたいです。で、ですね、ちょっとまあ全然話が戻って、どんどん戻るんですが、マスク機能。このペインティングのタグにマスク機能っていうのがあります。このマスク機能、プロジェクションセッティング。ここです。で、このプロジェクションセッティングっていうのは何かっていうと、この、基本的に塗ると、外します。塗ると、基本的には、こう今、裏側塗られてないんですけど、ここのですね、ペインティングの、このプロジェクションのタグの、このプロジェクションのタグを今、フロントになってるんで、正面しか乗られてないんですが、これスルーにすると、多分これデフォルトではバックフェイスマスクも入ってないと思うんですが、これで後ろにつきますね。スルーにすると、この裏面も塗ることができる。で、基本的には、ペイントスルー、プロジェクションをスルーすることは、僕はあんまりないです。まあ、多分こういう機能がありますよっていうので今説明してるんですが、マリは、そのさっきも言ったように、テクスチャーを塗るんじゃなくて、ベイクするツールです。テクスチャーを、色をベイクする。塗って、それをベイクして初めて塗られるんですね。だから一回塗った後に、これでいいですかっていうのを問われるわけです。で、ベイクボタンを押して初めてそこに色が乗るわけなんですけれども、だから、マリが嫌いっていう人は、多分そこが、そういう方が多いと思います。ベイクしなきゃいけないのがめんどくさいんだよねとか、ベイクする時間長いんだよねとか、そういったことを言う方も中にはいらっしゃるんですけれども、基本的には色を置くっていうソフトだと僕は思ってるんで、まあ、そこを理解してもらいたいっていうのがあります。で、まあそれには一応まあこういうふうなマスク機能も、まあもちろん搭載されていて、例えば僕なんかはこれ、インストールして立ち上げてるとここ、多分スルーになってると思うんですけど、このフロントしか乗らない。プロジェクションがフロントしかかからない。もしくはバックフェイスマスクっていうのがありまして、ここをオンにしておくと、必ず裏面に、このカメラが映ってる裏面っていうのはバックフェイスになるので、必ずそこには塗られない。色が塗られないっていう設定ができます。で、他にもアンビエントオクリージョンマスクとか、チャンネルマスク、エッジマスク。まあ、エッジマスクをつけると、今度は尖ったところに色が乗らなくなる。まあ、この辺はもう本当に基本操作だと思います。どこにマスキングをされているのっていうのがわからないので、そういう場合は、このマスキングディセーブル。ここにチェックを入れておくと、マスクされているところが、こう、ピンクで、このプレビューカラーで表示されるようになりますので、マスクプレビューイネーブルだ。こっちだ。こっちのボタン、こっちにチェックを入れると、プレビューされます。ですので、まあ、どこにマスクが
ついているかっていうのを確認したい場合は、こちらにチェックを入れてもらえればと思います。まあ、この辺はですね、一回ちょっとやってみてもらって、まあ、どういうマスクを使いたいかっていうのを、まあ、見てもらえればいいと思うんですけど、僕は基本的にもうバックフェイスマスクとこのプロジェクションフロント以外はかけてってからほとんどいじってはないですね。まあ、よりこうなんか細かいものを作った時にエッジマスクとかかける時もまああったりもしましたけど、まあほとんどプロシージャーなものを作る時はもうほとんどこのフロントとバックフェイスマスクでほぼ賄っています。まあ他に使うことがあまり経験上なかったっていうのもありますけど、まああとはアンビエントオクルジョンマスク、これもたまに使います。オクルジョンかかっているところは塗りたくないとか、そういった機能ですね。あと、このベクビヘビア、ここですね。ここを、マニュアルにするのか、そのオートベクにするのか、もうこの、まあ、これもあるんですが、マニュアルにすると、例えば、これマニュアルにすると、一回塗ったら、絶対ベークされません。カメラを動かしても。で、ここをですね、オートベークにすると、カメラを動かしたと同時にベークされます。今、カメラ僕動かそうとしたんですけど、例えば塗って、カメラをこうクリックでこう移動させようとすると、勝手にオートベークされます。まあ、これも一長一短なんですね。僕はオートベークの方が便利なんで、オートベイクしちゃってるんですが、まあ、Android で戻れば、消せるんで、オートベイクしちゃってるんですが、これどちらでもいいと思います。まあ、なんか、自分の塗ったものがちょっと不安だと思う人は、マニュアルにしてもいいんですが、ただ、一番嫌なのが、こう塗った時に、こう、ピンポイントでここに塗ったのに、動かしてしまったことで、ああ、どこに塗ったっけ、俺っていうのが、よく起こるんですね。なので、必ずもう塗ったらもうベイクっていうのをもう常々させておきたいんで、僕はオートベイクにしてます。で、あとですね、このベイクで塗ったものを消したいと。これ消すのどうやったらやったらいいのってよく聞かれるんですね。で、それはこっちのノードをですね、クリア。これ今ノーマルなんですけど、これをですね、クリアにしてもらわないと消せないです。こうクリアに設定して、ちょっと時間かかるんですけど、ノードをクリアに設定してもらって、これで消していくことができます。消したものもちゃんと、これ消しゴムツールもしっかり、これベイクしないといけないので、しっかりベイクします。で、また戻したいときはノーマルに。まあ、基本的にはノーマルですが。ですので、まあ、塗ったものを消したいときは、基本的にはクリアモードにしてもらうという流れになると思います。まあマスキング機能は、細かく説明するともっとこうした方がいいよっていうのは多分あると思うんですが、まあ、僕は基本的にはあんまりもう、バックフェイスマスクと、このプロジェクションフロント、あとオートベイク。このぐらいですかね、見てるのは。まあ、他にも見た方がいいことはあると思うんですが、という感じですね。あと、さっき言ったペイントバッファーの設定と、っていうところで、ペイントバッファーこれ直してないのかな。危なくない。はい。ここまでがとりあえずマスク機能の説明ですね。で、あとライティングの説明をちょっと先にやっておきましょうか。このライトもですね、ここの、ライトダグ、これをこっちにこう持ってきまして、ここに今あるんですが、ライトにもですね、いろいろこう、デフォルトライト、これデフォルトライトです。ライトテスト真っ黒になりますね。真っ黒というかもうライトついてない状態ですね。で、基本的に4つライトがこう、当たってるんですが、このエンバイロメントっていうのがあります。これが、HDR がここに入れられますよっていう項目です。で、ここをクリックしてもらうと、ちょっとね、ちょっとタグがいろいろこうあってめんどくさいんですけど、こう出てきます。で、この中にイメージ。こうデフォルトに入ってるやつがあります。こうやって。こういうふうに。で、オリジナルのものを入れるには、ここの右側のこの、矢印ですね。こちらを選んでもらって、HDR。はい、HDR これ入れました。新しいやつ。で、HDR をローテーション。ここで、今、これ回してます、ここで。これで
回して確認することができます。なので、HDR ここに入れて、より、例えばその仕事で使っている HDR なんかをここにポイって入れて、そこから、塗りながら HDR 上で、そのリアルタイムで、まあ、確認しながら塗ることはできます。ただ、あんまり、HDR で確認しながら塗ってると、陰影がどうしても入るので、より、なんだろう、アルベド状態でちゃんと塗っていきたいというときは、F1、F2、F3 ってあるんですが、F1 を押してもらうと、この全く何も映ってない状態。これすごく便利で、この状態で、3D 上でこの状態で見れるので、手ぐしゃが伸びているところが、例えばこの辺とか、手ぐしゃが伸びているところが、こうやって見ると一発でわかるんです。こう、どうしても、こういうふうに家が入っていると、どうしても見落としがちになるんですが、ちゃんとこの何もない状態で見ることで、ライトが当たっていない状態で見ることで、より、こう、テクスチャーワークと、テクスチャーワークだけのことを考えるなら、なんだろう、結果だけを考え、結果も見ながら考えるんだったら、こっちの方がいいんですが、テクスチャーワークのことを考えるんだったら、こちらで描く方が、まあ、便利です。僕なんかはもう、映像をやってると、どうしても、リアルタイムで、これ、マリとかサバセンスとか、リアルタイムで表現してると、どうしても、こっちで結果をこう、想定しながらやるんですが、結局、マヤに持ってって、映像だったらレンダリングするんですが、結局、そっちで調整しなきゃいけないです。マヤの方でレンダリングして、例えば、マリで作ったものが、リアルタイムで、こう、HDR とか入れて、その、ラフネスとかスペキュラム全部アサインして、その、ここのシェーダーのところで、ちょっと後で説明、これも後で説明するんですが、アーノルドシェーダー、ここで1個作って、この作ったアーノルドシェーダーに対して、ここに、ディフューザーがアサインするんですが、アサインしたときに、それが、ちゃんと、レンダリング結果と同じかというと、もう 100% 同じじゃないです。正直言うと。むしろ、全く違うと思った方がいいと思うので、結局は、マリの方で、ちょこ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 セーブ、変更しながらやらなきゃいけないんですね。ですので、結局は、手間は同じなので、HDR は、まあ、本当に確認用っていう形で、まあ、見てもらえたらいいかなと思います。はい。で、ライティングに関しては、ライトタグ、こちらのタグをこう選んでもらって、まあ、切り替えてもらって、あと、F1、F2、F3、これで、シェーダーモードとか、シェーダーモード、ここですね、これですね。このフラットとベーシックとフル。まあ、フルっていうのが、シェーダーが入った状態。こちらを選べますので、選択しながら、切り替えながらやってもらうといいと思います。まあ、あとは HDR を、まあ、しっかり入れて、まあ、チェックもするということですね。まあ、こちらに関しては僕は、あまりもういきなりなんか HDR をガンって入れてやるよりも、まずはこういう、何もない状態でしっかりテクスチャを入れて、作業するっていう方が、的確に、要素を作ることができますので、そちらをお勧めしたいと思います。で、ですね、ブラシの機能をちょっと説明していくんですが、その前にオクルージョンの作り方、まあ、ベイクするやり方と、もう一個、マリの中で作る、オクルージョンを作るやり方もあります。で、どうやるかっていうと、ちょっとこれ手間なんですけど、ここで、アンビエントオクルージョン、絵を押すとアンビエントオクルージョン出てきます。で、この、こちらのアンビエントオクルージョン、こう出てくると、ここが真っ白に、今、ここ真っ白ですね。真っ白。
出てくるので、ここのオブジェクトの中の、ここにアンビエントオクルージョンという項目があります。こちらを選んでもらうと、このモデルに対してオクルージョンを、まあ、自動的に作ってくれます。ちょっと時間かかります。多分そこまでかからないと思うんですけど。はい。ですね。こっちめちゃくちゃ早いんです。だからですね、モドベーカーがですね、結構、時間がかかるんですね。このテクスチャーを作るのに。だ僕はですね、オクルージョンをまず、オクルージョンもさっきも言ったように、ラフネスとか、スペキュラーマップを作るときに必ず必要ですので、マリナイだけでテクスチャーを書くときは、これ、Z ブラシの、これ映ってますかね？映ってます。Z ブラシの、今、この、さっきあれですね。レベル、デシメーションかけて持っていくって僕話してましたけど、オクルージョンを出すためだけに、この、できる限り、これが、ポリゴンが割られた状態。このオクルージョンというのは、これあれなんです。頂点ベースで拾っているので、画像が、モデルのポリゴン数が少なければ少ないほど、ぼやけます。で、モデルが精密に作られていれば作られるほど、ここのオクルージョンも綺麗にオクルージョンしてくれるので、少し、精度の高いオクルージョンを取りたいときは、このオブジェクト自体を、ちょっと重いオブジェクトをこっちに持ってきて、で、オクルージョンを出すためだけに、一個芯を作って、オクルージョン出たところで、このオクルージョンをエクスポートする。という作業を一回やったりするときもあります。あります。で、じゃあサブスタンスとか、こっちのオクルージョンの何がいいかって、サブスタンスとかはベイクになるので、なんていうんですかね、こう、ベイクしたときに、薄っぺらいオブジェクトとか、干渉し合ってるオブジェクトのオクルージョンが、ベイクすると、ものすごく交差して、エラーが起こるんですね、オクルージョン画像で。なので、非常に、手直しして結局直さなきゃいけないので、不便だなっていう時もあります。まあ、こっちは、モデルの、オブジェクト自体はちょっと重いんですが、オクルージョンを取るだけのための、シーンとして開いて、で、オクルージョン取ったらもう捨てちゃっていいんで、そのためだけに、取ることも私はやります。必要なら。まあ、今日はここで止めてますけど、頂点ベースで、マリのオクルージョンは取っちゃうので、モドベーカーは、フェイスで取ってくれるんですけど、こっちは、頂点ベースなんで、まあ、重い、データが重くなっちゃうんですが、別シーンとして、オクルージョン出すためのシーンとして、取っていってあげれば、まあ、楽かなと。これオクルージョンですね。でも、このオクルージョンはもう本当に味付けです。まあ、さっきディフューズには載せないって言いましたけど、まあ、カラーを描きやすくするために、わざとディフューズに載せるっていうのは全然ありだと思います。もちろん、エクスポートするときは外します。ここダーキンにしてマルチプレイです。ここで全部モードが選べます。基本的には。レイヤーの場合は。まあ少しは、このフラットな状態で描くときも、まあちょっとやりやすいかなっていうので、僕は擬似的に置いたりしてます。あ、そうですね。あと、さっきシームの話をしましたが、ここからですね、より、こう、効果的なテクスチャーの描き方をする説明するんですが、このイメージマネージャーのテクスチャーから、ペイントするっていう機能があります。これが何かっていうと、まあ、スタンプツールですね。このテクスチャーを、イメージマネージャーのテクスチャーをここにポンと放り込むと、これシフトコントロールで大きさをこう、ズームして変更しています。保存にお待ちします。ちょっと待ってください。保存しておきます。はい。このペイントする、これがもう、もう頻繁に、もう本当に頻繁に使う機能です。リアル系やるときはもうこのペイントするを欠かさず使います。で、K を押すと、
K を押すとブラシのシェルフが開きますので、まあ、僕はこの辺のこう、ちょっとぼかしブラシなんかで、薄いブラシなんかでこういうふうに、塗られてるの分かりますかね？ちょっといいか。エンディングの。やるにして、塗ります。こうやって塗ります、塗ります。そこ動いてるの分かりますかね？ね。このようにして、ベークをして、ペイントスルーで塗ってベークをするっていうことが多いです。もうほぼほぼこのペイントスルーで、結構塗り込んでいくことがあります。で、まあ、あまりこう、ぼかしツール使うと、馴染みが結構、ぼやぼやとしてくるんで、まあ、そういう場合は、ちょっとオーガニック系の、この辺のブラシをこう、使ったりして、こうやって描くと、まあ、あんまりこう、ぼやぼやとした部分が、ぼかしブラシの、こう、機能をなるべく軽減した塗り方ができるので、使ったりすることが多いです。ですね、こう、ブラシもですね、こう、いろんなところから、シェルフあるんですが、いろんなところからオリジナルのブラシ作ることができるので、またこれ次回以降にこれ、オリジナルブラシの作り方とかは説明していこうと思うんですが、どんどんカスタマイズ、自分だけのマリにカスタマイズどんどんしていってもらうこともできるので、最初は、ね、あるものをこうやってやっていくんですが、仕事でこう、いろいろやってると、なんかちょっと欲しいブラシが、こう入れたいなとかっていう、こうアルファとして入れたいなっていうことがよく出てくるので、例えば人間作ってたら、その手の指紋とかの、このブラシとか、そういったアルファで追加で入れておき、いきたいなっていうことがよくあったりするので、まあ、そういった入れ方なんかも今後説明していければなと思います。あとはなんだ。これが一応ペイントスルーの使い方です。で、ペイントスルーはですね、もう一個便利で塗ります。で、塗った後に、形を変えることができます。それが、このラップ。今これラップ選択したんですが、ラップを選択して囲います。囲うとこういう風に出てきます。そうすると、このラップした部分を、あれです。フォトショップでいうワープツールみたいな感じですかね。ここで変えることができます。で、さらに、このワープツールっていうかラップのこの上下ボタン。上下のボタンで、このラップの頂点を、ここで、このように切り替えることができます。これもすんごい便利です。これですね、まあこれこれも次回以降にまた必要性があるとは思うんですが、ワープツールですね。ワープだ。すいません。ですので、塗って、ペイントスルーで塗って、ペイントスルー U ボタンです。ペイントスルーで塗って、まあ、そのままベークしてもいいですし、例えば、こういったところで塗って、形を変えたいなと思ったら、こういうふうに、形を変えていただいて、ベークする。それとそのままの形。ただ、ワープツール、注意してもらいたいのが、こう、変に伸ばしすぎると、もう手口は伸びますので、伸ばすと、ここ手口伸びてますよね。伸びちゃうと問題なので、まあ本当に微調整ぐらい。テクスチャー解像度が影響がない範囲で伸ばしていただいて、で、ベークス。これを対応してもらいたいなと、対応していってほしいなと思います。一番こう、テクスチャーツールの中で
テクスチャを、まあ、ベイクするっていう、テクスチャを置くっていう機能の中では、頻繁に、もうこの作ったプロシージャルテクスチャを、ここにポイッと持ってきて、それをここで貼っちゃうと。で、ワープツールとか使って、うまいことなじませる。まあ、これは次の講義で、講義じゃね、次の講座で、人間の、作った、戦国武将の人間の方の、ディティールマップ、テクスチャリング XYZ から持ってきた、テクスチャを、ここで、貼っていくっていう内容を説明しますので、まあ、その時に、改めて、こういう機能を使って、貼っていきますという説明を改めてしたいと思います。これがワープツールって、トーブラシ説明した。あと、ペイントバッファー。あと、まあ、ペイントバッファーはこの、ズームで、オブジェクトごと、こう、ペイントバッファーのズームもできます。使うのそのぐらいかな。まあ、あと、このスポイトツールも、ありますね。選択した色がここでスポイトツールになります。まあ、僕のが C にしています。で、この選択した色がここで色を決められたりとか、ここでスイッチですね。スイッチ。まあ、これはもう Photoshop と一緒です。選びたりします。あまりこうリアル系やってるよりはここをこうポイポイいじってこうベタベタベタって塗ることはほぼないんですが、使うときも、まあ、マスクマップなんかで使うときもあります。で、ここまでがペイントスルーの機能ですね。で、あとは、ここの中。これも重要ですね。ここの中の説明ですね。まあ、新しいレイヤーを作るときはポイッと押せばできます。で、マスクを作りたいとき。マスクを作りたいときは、この右ボタンにこのマスクボタン。こうすると、ここにマスクが入ります。例えばですが、塗ります。まあ、このベタ塗りさせてもらってるんですが、ベクします。ベクしましたね。で、ここにマスクで、マスクボタンを押すと、まあ、Photoshop のマスクみたいなのができます。で、マスクは白黒で判断するので、例えば、白で塗ると、白、まあ、もともと白が塗られてるので、白も塗られてない状態か。透明が塗られてるので、ここで、黒を選択して、このマスクをボタンをクリックして、ここの機能がオンになっていることを確認した上で塗ると、このように消えます。消すことができます。これもベイクしてください。ベイクしないと完了しないです。例えば、じゃあこれをもう一回戻したいときは白にすればいい。ということができます。で、さらに、このさらに隣の右隣。こちらを選択すると、マスクにもレイヤーを組むことができます。例えば、マスクにテクスチャを入れたいときとか、自分の作ったマスクにさらに、ペイントで調整したいときとか、ここに、レイヤーを組んでいくことで、マスクにもレイヤー機能が追加させることができます。まあ、これは Photoshop にはないよね、多分ね。これも結構便利です。まあ、レイヤーしか使わないっていう人は、こういったところで選択して、機能を追加していってもらう。で、さらに、この、アジャスタメント。ここで、色の調整、明るさの調整、色の反転。まあ、Photoshop のフィルター機能ですね。色調整機能が、ここで一目でずらっと、あります。まあ、これすごい便利です。まあ、例えば作った色に対して、
作った色に対して、この色をちょっと変えたい。例えばちょっとレベルでちょっと色を軽くしたいとか。ちょっと暗めとか明るさとか。ちょっとこう、もっとコントラストを上げたいとか。まあ、僕あんまりコントラストを使うよりもレベルを使うことが多いですね。まあいろいろこの中にあるんです。このアジャストメントの機能はいっぱいあって、何を使うかっていうのは、まあ、好きな、こう、テクスチャーの色とか具合によって、まあ決めていってもらいたいんですが、ここの中から例えば、まあインバートかけると、インバートをかけたりすることもできます。で、これはですね、このアジャストメントに関しては、このプラスのボタンに関しては、この作ったレイヤーの下に全て影響されます。じゃあ、影響されるんですが、じゃあこの作ったレイヤーだけに影響させたい場合は、この隣です。アジャストメントレイヤー、こちらを使ってあげると、この作ったレイヤーだけにそれが影響される。こっちの例えばベースにこれ色が入ってたらそっちには影響されない。なので、まあ、この4つレイヤー機能を使っていこうっていう人はこの5つこのタグの5つを、うまいことを駆使しながら、ここにレイヤーをどんどん溜めていって、新しくレイヤーをポイポイポイと作りながら色を塗って、まあ、新しい要素があったら、アサリ要素、新しい要素をここで、ペイントするなので使って、塗って、で、どん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 こう、新しいレイヤーを作っていって、まあ、フォトショップと一緒です。本当にフォトショップと一緒。どんどんこう、色を塗り重ねていってもらう。で、まあ、グループ化させた方は、ここのグループ化ボタンありますので、グループ化ボタンを押してもらうと。で、まあ、グループ化を押して、まあ、これをドラッグ&ドロップで追加すると、こうグループに入ります。まあ、データ管理ですね、この辺は。で、ここもダブルクリックすると、名前は変えられます。というふうにして、レイヤーの中のグループを管理してもらう。で、まあ、マリーはですね、まあ、最大のデメリットというわけじゃないんですけど、どうしても UDIM が多くなります。映像用に作ってると、必ずですね、もう、これもう、どのツール使っても同じなんですけど、4K のテクスチャーが本だけあって、で、それに対して、レイヤーが、例えば今これ4つ、5つぐらいしかないですけど、どんどん塗っていったらですね、バーっと20種類とか、20レイヤーとか30レイヤーになってくるんですね。だどんどん重くなっちゃうんです。もう。で、重くなったらもう塗るのも大変だし、切り替えるのも大変だし、ベイクも遅いし、もうどれもならないよっていうことがあるので、で、塗って、もう変更しないっていう箇所は、右クリックをしてもらって、ここにですね、キャッシュというのがあります。キャッシング。キャッシングレイヤー。で、キャッシュアップトゥヒアっていうのを押すと、この選んでる、選択しているものから下を全部キャッシングしてくれます。要するに、まあ、データの無効化ですね。ですので、あまりにもデータが重くなってきたなと思ったら、はい、これキャッシングしてくれました、ここで。これで、ここの青いバーになると、これキャッシュされているということなんですが、これで、キャッシュされたことになるので、まあ、ここの色は、ここのレイヤーはもう変えられないです。変えられないです。変えられないんですけど、データはこう、すごく、また、なんかリセットされて、レイヤーの数がまた少ない状態で、続きを書くことができるので、例えばなんかマテリアル系の、最初にこう、タイリングしたものが、もう、これはこれで OK だなと思ったら、
そこはもうキャッシュ化させて、次の、着色に向かっていってもらう。ということができます。この辺もですね、いろいろこうあるので、まあ、リムーブとか、消すこともできますし、キャッシュを元に、アンキャッシュレイヤーで戻すこともできますし、こういろいろできるので、まあ、試してもらいたいなと思います。なんだろう。まあ、他にもいろいろこうあるんですけど。そうですね。ちょっともう時間的にノードベースに行かないとまずいかな。そうですね。まあ、レイヤー機能に関しては、今話した、もう本当、フォトショップと一緒。ほとんどフォトショップと一緒なので、ここに関しては本当、1日やってればすぐ覚えられると思います。まあ、大切なことは、ちゃんと、プロシージャルのレイヤーを、プロシージャルのテクスチャーを、まあ、使ってあげること。で、あとですね、まあ、ここにですね、テクスチャーセットっていうのがあります。テクスチャーセット。これはメガスキャンからこれ拾ってきたものなんですが、まあ、CG でやってると、そういったメガスキャンとか 3DSK とか、オブジェクトだったら1024とか、こういろいろこう、そういったサイトから、テクスチャーを買うって言ったら、プロシージャルのテクスチャーを購入するっていうことをやらなくてはいけない時があると思います。僕もこうやって購入してます。まあ、購入してるというか、月々5000円くらい払って、必要なテクスチャーをバーってダウンロードして、落として、で、それを、こう、マリに、こう、入れてます。どうしても、こう、鳥とかを作るときなんか、こう、鳥の羽とか、こういうの、どうしてもこう、僕、なるべくロケハンする人間なんですけど、さすがにこういうのはロケハンしても、どうしても手に入らないんですね。なんで、もうこういったところを耐えらざるを得ないものは、こういうふうに使ってます。まあ、もちろん、そのまま使っちゃうとまずいの。良くないので、色を変えたりとか、プラスアルファなんか要素を追加しないしながら、使ってます。あと、こういう鉄管のもの、いっぱいあるんですけど、鉄の汚れとか、鉄のこうなんか錆び具合とか、そういったものを表現するときに、こういったプロシージャルな、ものがあると、非常に便利です。まあ、例えばこれ、イメージ、マネージャーにピッと持ってくると、こういうふうにテクスチャーが読み込まれます。まあ、これをこう、持ってきて、そのまま塗ることもできますし、どんどんこう、いろいろと要素を追加して、自分だけのオリジナルのテクスチャーを、まあ、ここから拾って作っていくこともできます。まあ、ちょっと昔のやり方っちゃ昔のやり方なんですが、まあ、今、マテリアル組めるので、まあ、その作った、こっちから、マテリアルを持ってきて、さっきの説明でありましたけど、ここからマテリアルを持ってきて自分だけの。これクイクセルのマテリアルも持ってこれるので、持ってきたマテリアルをそのままポイッと最初に入れて、そこからマスクを作ってあげる。っていうのが、7.1 でさっき説明されたことなんですが、どちらでもいいです。なんか僕は結構古いやり方を今日説明してるんですが、すごく、まず最初塗るっていうこと、塗るっていうか、そのテクスチャーを置くっていうことが非常に重要で、そこをまず理解しながら、こういったマテリアル設定をどんどん組んでいくっていうことを、こう覚えていってもらわないと、いざというときに、じゃあ手直しするときに、じゃあどう直していけばいいのっていうのが全然わからないんで、まずやっぱり基本的なことをまず、絶対覚えていってもらいたいです。で、あと、今これレイヤース機能を説明したんですが、先ほどもあったように、ノードベース、ノードグラフを使ったテクスチャーの描き方もあります。まあ、慣れてくると、今度こっちからもう離れられなくなっちゃって、レイヤー機能はあんまりこう使わなくなってくるんですけれども、どちらでも正直言って別に、なんか、絶対ノードじゃないとダメだよってわけじゃないです。むしろ、僕はいつも常々思うのは、文系の人と理系の人で、こう、クリエイターって分かれると思うんですけど、理系の人は、よりノードグラフ、ノードで表現していくことを好みます。で、文系の人っていうのは、
こう、ここの結果を重視するんですね、文系の人は。理系の人って、こっちの数値を重視するんですね。で、こう、2パターンのタイプに分かれるんですけど、まあ、両方できる人もいますけど、文系の人で、その、フォトショップで絵を描いたり、その、アナログでテクスチャーを描いたりしてる人は、どうしてもフォトショップベースでものを考えてしまうので、こっちの方がやりやすいっていう方も結構多いんですね。僕も最初こっちから入って、こっちしか使えなかったです。で、別に、絶対、ノードグラフ使わなきゃダメだよっていうわけではないので、こちらで全然やっていってもらっても、こちらだけを使ってテクスチャーを書いていくっていうことを、まず入りは、こちらだけで覚えていってもらいたいです。で、こちらで覚えていった後に、ノードグラフの方に、こう、こっちに切り替えてテクスチャーを書いていくということをしてもらいたいです。その方が多分ね、マリを覚えるのは、そっちの方が、まあ、手っ取り早いわけじゃないんですけど、長い目で考えたときに、そちらの方がいいかなと僕は思ったりしてます。で、ノードだと、あと一つ、ノードを使う方は、できれば、デュアルモニターを使ってもらいたいです。もう、シングルモニターだと、もう、ノード、これ、スペースキーを押したらノードグラフ出てくるんですけど、ノードグラフで変えて、またここで戻して確認っていうのが結構ナーバスな感じで、デュアルモニターがあると、このノードグラフ自体を右側に置いて、右側から左側に置いて、作業することができるので、そちらの方が、デュアルモニターでぜひやってもらいたいな、そちらの方がおすすめではあります。レイヤーだとここでピッて見れるので、まだいいんですけど、ノードグラフはそうはいかないので、勝手が違うので、デュアルを使った方がいいかなとは思います。で、ノードグラフなんですが、どうしようかな。ちょっと今日間に合わないかもしれないですね。今これ作ってるレイヤーの、これが、ここの部分が、ここのノードに入ってるんですが、まあ多分最初見た方はもうチンプンカンプンだと思います。で、ここにベースとかレイヤー1とか書かれてるんですが、ダブルクリックして、ここで名前をもう変えたり、するんですが、変えたものがここに反映されてます、このように。これね。だからまあ、ノードグラフとレイヤーは直結してますので、まあ、ノードグラフで変えて、レイヤーでまた調整ということも一応可能ではあります。ただ、例えば、ノードグラフだけで、しかできないこと。例えば、ここのノードグラフでやってると、もうここの中で完結させちゃうんですね。例えば、レベル、さっきのレベルの調整なんかも、ここにこうやってポイって入れちゃうんですが、ここの中だけでもう完了させます。なので、例えばここで調整させて、やるんですが、ここの中で調整したものって、この、もう、ノードグラフの中にで調整したものって、こちらでは表示されないものもあるんですね。ですので、一回ノードグラフで調整していくと、もうできればノードグラフだけで完結していく方を、まあ、どちらかといえばお勧めします。ちょっと時間が足らないので、ノードグラフに関してはまた次回以降、ちょっと細かく説明をできればと思います。
で、これがニューク、ニューク使ってる人なんかは、あのニュークのレイアウトでやったりとか、僕は、マヤだけで、まあ、ニュークも使うんですが、こっちの方がマヤっぽいシェーダーワークのと同じこう組み替え方なんで、僕はこっちが気に入ってるんですが、まあ、どちらでもいいとは思います。こちらでタブキーを押してもらって、まあ、いろいろこう、出してもらう。で、あと M キーを押すと、この M キーを押して出てくるこれがですね、レイヤーの機能の中の一つと同じです。これを、例えばここに組んでもらって、で、P を押すと、ペイントノードが1個出せますので、これ sRGB で16ビットで 4K テクスチャーをこの辺で出してもらって、これで初めて一つのレイヤーと一緒です。レイヤーの方の。これ1個マージっていうのができたんですが、これがさっきのノードグラフと一緒です。出した方がいいか。まあ、もう区別する必要はないんですが、これですね。こう選ばれたらここが選ばれています。で、ここ選ばれています。で、ここにマスクもあるんで、だから、マスク用のペイントもここにこう直結させて、マスクを1個作ったり。まあ、ここのこれを押すのと一緒です。まあ、ノードグラフの何がいいかって、いろんなことができるのはノードグラフです。マリで細かく、先ほどの7.1 の説明とか、ありましたけれども、細かくマスクマップを作るとか、細かくテクスチャー、例えば、ついこの間まではエクステンションパックとか使ってたんですが、エクステンションパックのを使ってテクスチャーを、のマスクを作った時なんかは、もう完全にノードグラフから作られるので、ノードグラフじゃないと管理できないものだったりするわけですね。だからよりノードグラフの方が、テクスチャーワーク、マリでテクスチャーワークする上では必要性を細かくテクスチャー描いていくなら感じることが多いです。例えば、人間の肌だけを塗ってくださいと。っていう場合は別にノードグラフを覚える必要ないです。僕の経験上からして言えば。例えば恐竜の肌を作るとか、プロシジュアルなものの皮膚感だけを塗るんだったら別にノードグラフを覚える必要ないです。ただ、スタンプで塗って、ペタペタ塗っていって、シームをなじませて、で、それで完了っていう形がほぼ 100% それで済むので。ただ、例えば、人間作ってて、そこに衣装を着てますとか、鎧を着てますとか、まあ、より別の要素が入ってくれば来るほど、ノードグラフを使った方が的確に綺麗に、着色していくことができます。なので、まあ、サブスタンスも使ってるっていう人は、サブスタンスで鎧作って、肌は周りで塗ってやってますっていう人も結構いらっしゃいます。まあ、その辺はもう、千差万別なんで、どっちがいいっていうわけではないんですけど、どちらでもいいと思います。ただ、まあ、7.1 の機能をさっき聞いたら、こっちでいいんじゃないのって、ちょっと思ったりもするんで、ちょっと、これはちょっと 7.1 僕、勉強して、次回以降の、氷ないように、通らないようにちょっと書き加えたいかなと思っております。ちょっともうお時間が押してきたんですけれども、まあ、ノードグラフに関してもまた説明、どのみちノードグラフで見ていくことになるんで、説明はまたしていきたいと思います。で、まあ、基本的なテクスチャの塗り方はもうこんなもんなんですが、例えば、これ作ったものに対して、これは一応まあとりあえず塗ったものなんですけれども、このように、まあ、チャンネルボックスにこのように入ってるんですが、ディフューズ、スペキュラー、ラフネスと。まあ、今回これノーマルと。今回アーノルドで一応レンダリングしたので、あるんですが、まあ、これ前に入れてます。まあ、前に持ってきて、アーノルドシェーダー、このように組んで、ここにテクスチャーをそれぞれアサイン。あと、この ZBrush で作ったものは、ディスプレイスメントマップ書き出して、
で、そのディスプレイスメントマップもここに集約、あ、こちらに、こちらに、ここにディスプレイスメント。あ、これマドボックスでベクター出したんで、ベクターディスプレイスメントを使ってるんですが、出したものをこちらに持ってきてます。で、まあ、レンダリングしたら、こういう感じですかね。ちょっと日系レンダリングなんですけど、こういう感じのレンダリングのイメージになるんですね。まあ、要するに、まあ、テクシャの解像度をしっかり守ることと、あと、質感付け、あとライティング、コンポジット、もうこのいろんな要素が組み合わさって初めてこういう一枚のイメージが綺麗に出来上がりますので、まあ、しっかり作っていってもらいたいんですが、まあ、次回以降はその宣告書のメイキングをやるんですが、何が一番重要か、もうさっきも冒頭で言いましたけど、ここが一番重要なわけです。ここの形がうまくできないと、いくらこっからこっちに持ってって、色を塗ったところで、色を塗って要素を作ってレンダリングしたところで、この形変だよねってなると、もうすべて終わりです。まあ、そういったことを、まあ、細かく言うと、もう、より基礎力を、まあ、どんどんもっと鍛えてくださいと、まあ、自分もそうなんですけど、鍛えてくださいっていうのが、まあ、一番重要な内容ではあるんですけど、まあ、次回以降の講座では、より、まあ、作り方をどういうふうに作ったかとか、まあ、戦国武将の方の、説明ですかね。ということで、はい、ご質問の内容なんですけれども、CM に関しては、必ずもう 3D ペイントじゃないと、逆に CM の切れ目を調整するのは、無理です。サブスタンスの方でできないかっていうことをよく言われたりしたんですけれども、まずサブスタンスの方には、UDIM 対応してるんですけど、CM の処理には対応してないです。なので、みんな、オーガニック系の生き物とか、人物とか、そういったオーガニック系のものでテクスチャーを描くときは、みんなマリを使うわけですね。で、じゃあこれをフォト、昔の僕らのが若い頃は、これフォトショップで一回一回、テクスチャー描いて、それをマヤで一回リアルタイム表示させて、で、シームが切れてるところのテクスチャーと、なるべくその UV を、テクスチャーの UV をなるべくこう直線的にして、昔はですよ、UV の調整が、CM の調整がしやすいように UV を展開して、それをマヤ上で見て、こう CM が馴染むように、一回一回 Photoshop でこう直しては確認、直しては確認っていうのをやってたわけですね。で、まあ、それが 3D ペイントになってからは、もう、まあ、特にマリが出てきたからは、そういったことを全く必要、する必要が全くないっていうのと、解像度、いくら解像度を上げたりとか、UV が、ぐにゃっと変形しちゃった、変形、要するに、一番正しい UV にしてると、UV の形がどんどんこう、直線的には絶対ならないと思うんですけど、その直線的にならなくても、この UV の切れ目で、こういったこう切れ目ですね、ここの切れ目とかが、あるんですが、こういった切れ目の部分の調整が全部、3D ペイントで行えるということです。まあ、これ 2D 上ではまずほぼ、僕の経験上では多分不可能ではあると思うのと、あとサブスタンスでもこれはちょっとできないの機能ではあるので、こちらの UV の、編集は必ず 3D ペイントで。逆に、UV の編集が 3D ペイントで行えるから、このマリとかサブスタンスは使えない時もあるんですが、マリの方で、こう、CM の調整をするっていうのが、まあ、もう、常になってますね。例えば、仕事によっては、フォトショップしか使わない場合もあるんですよ、テクスチャーは。別になんか、マリとかサブサブ使う必要ないよね、これっていう。でも、CM の調整が出てくると、マリに持ってって、最終的なフィックス状態のテクスチャーをマリに持ってきて、そこで CM を直して提出するとか、そういったこともあります。仕事をやってると。もしくは、例えば、ゲームの仕事してると、サブスタンスを使ってくださいと。まあ僕もサブスタンス使うので、サブスタンスを使うんですけど、こういう切れ目の部分はサブスタンス対応してないので、逆にサブスタンスで作ったフィックス画像をマリに持ってきて、マリの方でシーム調整して提出するっていうことも多々あります。
なので、まあ、あの 両方使っていることが、まあ、一番、まあ、手っ取り早いで手っ取り早いんですけど、まあ、あのサブスタンスにはサブスタンスの長所、周りには周りの長所があるので、まあ、それをもうだからうまく、使い分けながら作業していくのがベスト、今は、今は。ただ、これが、じゃあ、周りに必要なものは何かっていうと、先ほどあの山口さんが 7.1 の新機能を説明されましたが、あれがもっと簡単にサブスタンスがやってるような、マスク機能。マスク機能がもうより、鮮明に、周りの方でもできるようになったら、もうサブスタンスは逆にいらないんです。で、サブスタンスは逆に、マリがやってるような、例えばペイントバッファーの機能だとか、8K のテクスチャーにどんどん対応できるだとか、CM の対応ができるというようなことが起こると、今度マリがいらなくなるんです。もうその駆け引きです、多分。今その交差状態にあるような状態です。もう正直に言うと。だから、どっちも一長一短なんで、僕も両方使わないと今やっていけない状態で、もちろんマリで全部描きたいんですけど、こっちはサブスタンスの方が早いかなっていうのと、こっちはマリの方がいいのかなっていうので、使うソフトを選んでます。まあ、もちろん、プロダクションさんに、お仕事だとプロダクションさんによっては、マリ使ってください、サブスタンス使ってくださいってあるので、その辺で使うものは、どうしても、限定されてくるんですけど、ピンポイントのところで、ちょっと切り替えて、それをまた使ってる方に持ってきてっていうのを繰り返しています。ご質問の答えとしては、必ず 3D ペイントで、絶対描いてくださいっていうのが、まあ、規定路線だと思います。ということで、ちょっと今日はこれでおしまいにさせていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。